はい、というわけでお前らおはよう、おはよう、モーリーだー。あ、モーリーだー。ねっとりだなー。そんなモーリーだー。なんかねっとりがねっとりでちょっと嫌なんだよねもうちょっと反省してもらって。それはどんなモーリーだったらいいんだお前。ゆっくりボイスよっ。あ無茶ぶりきたな、無茶ぶりきたな、これ。ゆっくり回りだぜはよはよモーリーだーとりあえず89番と6番はあと3日だ、処刑まで。困った。で困った、お前は4日だ。やった、一日多いよ。一日多い、ちょっと分けてそれそういうやつもいた、刑務作業今日は朝だぞお前ら。本当だ、本当だ。ほら、珍しいこともあるものだ。いつも夜だったのに。これが普通なんだけどね、本来ね。いや、時間調整難しいんだよ、モーリー。あ、ちょっと待って、間違えた、間違えた。時間調整難しいんだよ、モーリー。あ、ちょっと待って、間違えた、間違えた。マジ、あ、ちょっと待って、間違えた、間違えた。違う、何をやってたんだ。おい、ちょっと待って。おいおい。あ、これか。どうすればいい、どうすればいい、どうすればいい。ちょっと待って、どうすればいい。これかー。うるさい、うるさい、うるさい。俺何にも考えずに、ほら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 、はいはいはい、痛いよ、痛いよ。モーリーがモーリーがさ、ここ開けたから入ったのにさ、ひどいよ。いや違う、今ね、何にも考えなしに開けちゃった何やってんの、ひどいよ。どうすればいいの、どうすればいいの、どうすればいいの。私は入るんだ、ここ入りますよ、入りますよ。おかしい、僕開けられたから入ったのに。開けられたから入っていいってことはないんだぞ。あそこはお前ら立ち入り禁止だ。ほら、開けないでほしい。じゃあ始めたらダメだ夜になる、夜になる。そう、自由時間はいつも夜って決まってるんだお前らは。夜だ、夜だいいか、くれぐれもバカにするんじゃないぞ。いいか、バカにしないよ。バカはバカにしないから大丈夫、はい、大丈夫です。どういうことだ。私たちはもう心を入れ替えたから大丈夫です。もうそんなひどいことは言わないって誓ってます。そうだな、最近観測者たちからの暴言結構言われて、モーリー悲しいんだ結構バカ監修ってなんか観測者たちから言われてるような気がして悲しいんだ。本人もそう言ってるので大変よろしくお願いしますというわけで、はい、じゃあ行くぞ。はい、じゃあ遊べよ。じゃあな、バカバカバカ。監修、監修、じゃあ2人とも活動開始してください。はい、行きます。私は見張っておきます、ここで。あ、よろしくお願いします。監修、医療棟入りました。医療棟ね、オッケーオッケーオッケー。監修、医療棟です。僕は調理室が開くかどうかを見てくるね。今ならいけるよ、多分。医療棟、今行きます。医療棟の方にいるから調理室はガーってまっすぐ行ける。全然行けます。あれだよね、牢屋の方だよね。そう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 、突き当たりが今全然大丈夫だよ。いないいない。あ、監修、風呂行くかも。あ、囚人用保管室あったけど、食品以外あれだ、立ち入り禁止って書いてある。他のところ探せば。食品用保管所だったらあったけど、今全然と風呂の方行ってるから全然大丈夫だよ。 OK。 89番、戻ってきた、戻ってきた。医療棟の前、医療棟の前。やばい、食堂の方行ってる、食堂の方行ってる、まずい。食堂行ってる、食堂か、階段を、階段の方行った。2階の調理室とかの方行った。開いた開いた開いた。1階に入っとけば大丈夫。開いた。なんか適当に漁っといて、多分ね、もうむちゃくちゃ漁っといた方がいい。樽あるから。うん、めっちゃある。あれなんだよね、金風呂があったところに、うん、あったんだよね。え、取れないそれ、手伸ばせば取れないそれ。え、取れるかな。いや無理だね。ちょ、開いたけど。あった、結局なんか目星物あった。え、なんもなさそうなんだけど。嘘、どっかにあるだろう。ない、いや、ワンちゃんこれあれだな、2階かな。ないのこれ。ないんだ、こんだけあっていや頑張って、あさって、頑張ってあさればなんかあるから。ちょ、もう一回探す。あ、これないね。監修外出てきた、監修外出てきた。こんにちは。どこら辺にいます。どうもどうも。監修はね、食堂エリアにいます。食堂エリアね、オッケー。ちょっとこっち、あ、やばい、監修が食堂の方行ってる。食堂を曲がった、そっち行ってる。やばい、調理室行ってる、調理室行ってる。助けて、無理だ、もう。あ
嘘、死んじゃう？あなたもしかして。バレないように隠れて、ちょっと、あ、っていうかドアから出ればいけるじゃん、鉄扉から。嘘だろ、なんでバレないんだこれ。なんかな、どこにも何もないな。助けて。でバレなかった？ちょっと待って、なんで、マジでわからん、バカなんじゃないの感じ。ちょっと待って、ちょっと戻っちゃった。いいよ、じゃあ俺その代わりに行くから。え、ちょっと待って、なんで、本当にわからない、バカだった監修が。すいません、このアスレチックってどうやって行けばいいんでしょう、本当にわからないんですけど。来た、行けた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 、アスレチッククリアした。よし、でも監修今どこにいるんだ、わからん。監修職員エリア行った。マジ？うん、これ死ぬじゃん。今入りました。トイレに隠れてる。今出てきたら教えて。立ち入り禁止のとこだよね多分。職員用エリアのとこに入った、あの放置室の横の。バレるな俺、どうしよう、絶対これバレたな俺。あ、ごめんなさい、俺詰んだかもしんない。大丈夫？え、どうなってるの？鉄扉を閉める音が聞こえた。え、あ、出てくるよ。出てきた。出てきた。あ、ごめんなさい、僕出れなくなりました。え？え？どういう風な感じになってるの？罪です。え、罪って何？罪です。どういうこと？罪です、俺。え、どういうこと？すいません。罪はした僕。どういうこと？袋小路です。あ、また入ってた。開けてくる。開けてくる。え、もう無理じゃん。どうするの？入った。これ。僕たちもそこ行けないもんね。うん、行けない。だって鍵ないから。行けないよね。どうやって？え？なんで監修？え？飛んな。監修、助けてほしいんだけど監修。そんな罪ポイントなんてあんの？開けた。俺も逃げるね。多分捕まるから。よろしく。よしよし。おいこら、え、どうなった？逃げてる。見つかった？見つかった。だけどね、外には出れた。あ、今いる。目の前。時間稼ぐから探しといてくんない、その間に。何やろうかな。俺パルクールでうまくやるからさ。オッケー。俺あのキラーエスケープってゲームでさ、あのこういう逃げ方すごい学んだっていうね。知ってる、あの YouTube のあのニグっていう方があれでしょ、あの作ったって言われてるゲームでしょ。そうなんですよ。これどこ行けばいいんだ僕たち。で、俺どうすればいいと思う本当に。今どこにいる？いや、なんかね、ずっと逃げてるここで。あ、内側で？ずっと内側で走り回ってる、一緒に二人で。あ、で、おどろさん取ったんだっけ鍵？ない、捕まる、そろそろ捕まる俺。保管室のここがこうなのよ、ほら、こんな感じになってるから。あ、そこに入ってんの？そう、無理。だその業界団とかで、痛いです。あ、やばそれ。さよなら。僕たち急いで帰んないと。実はここまだ逃げれるんですけど、どうします？あれ？あれ？嘘？あいつどこ行った？あいつどこ行った？あれ29番どう行った？いないよな？いないよな？これは脱走とみなしていいんだな？あ、今出てきた。あ、閉められました。出た？今どこ？外？閉められた。そう、あのね、扉閉められた外の。オッケー。お願いが。力いけるかな？多分いけるはずなんだよ。あ、いけるんだ。出る。今どこにいる監修？監修塔の方に行った。OK。うわ、うるせえ。耳が。びっくりした。おい、モーリーだ、お前ら。びっくりした。びっくりした。大きな声出さないで。本当だよ。そう、モーリーもね、びっくりしたよ。29番が脱走した。え、ブリンクでも見たんじゃないですか？ブリンク。いや脱走したんだ29番。何？いいか、はい、今姿を現さなければお前は脱走したとみなす。あのね、ちょっとね、うん、一つね、本当にね、はい、監守に俺は言わなきゃいけないことがあるんだけど。おお、なんだ。あれをしなきゃいけない理由があったんですよ。ほう。あの、積んでました。
あのまま姿を現さないと、うん、僕は一生あそこから出れなくて出ない、どうだぞ、出れなかったですよ。なるほどな。謝ってほしい。なんであそこの鉄の扉を閉めたんですか、あなたは。え、だって俺が悪いの？閉めたこと謝ったらって出てきますよ。え、いや、ちょ、え、いや、じゃ、俺普通に見回ってただけだよ。なんで開けたら閉めるの？なんで閉めるの？いや、開けたら閉めるだろう。謝って、謝って、謝って。そしたら出てくるよ。罪を償うよ。本当か？本当か？本当に。OK、分かった。俺が鉄の扉を閉めて申し訳なかった。29番。ありがとう。じゃあ出てこい。医務室から出して。え？医務室から出して？ほら監修、ここほら医務室の前来てよ。嘘。来てよ。ほら。あら。ほら。なるほどな。じゃあお前とりあえずここにリスポン設定しとけ。じゃあここにリスポン設定したよ。うん、オッケー。いや本当にした？したいよ。したいよ。なんか今ちょっと一瞬怪しかったからちょっともう一回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 。はいはいはい、もう一回。あ、もうもっと近づけ、もっと。ほらほらほら。はいはいはい。しましたよ。本当に？じゃあジャンプしようか。ほら早い。はいはいはい。満足これで。じゃあ、はい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 。ああ。してねえじゃねえか。違う違う。してねえじゃねえか。上上上上上6番と80番上見て。え、ちょっと待って。あれ、なんで？え、どういう状態？そんなことある？29屋根上好きだね。本当だよ。才能ある。才能あるかもしれない。もしかしたら才能あるよ。才能ある。才能ある。え、これリスポーンが何？え、多分ね、ジャンプしながら死んだから座標バグったんだと思うよ。うん、あ、そうなの？びっくりした。降りてこい。ああ。なあ。バカは高いところが好きってよく言うからな。確かに監視よく高いとこ登ってるもん。確かに監視塔っていうところ登ってる。お前毒棒入るか。やだ毒棒入るかお前。やだやだやだ。今あの忘れそうになったけど、29番29番こっちおいで。何？ちょっと待って、こっちおいで。びっくりした。29番、はい、お前は脱走したものとして独房な。また行くの？かわいそうだよ。あ、ごめん、あのトイレ住んでるじゃんもう。水流しといて、トイレに水流すの忘れといてごめん。よかったよかった、大丈夫だよ。いいか、受け入れるよこれは。そうだな、とんでもない大脱走劇だったもんな、あの時な。29番、うん、どうした？寂しいと思うからこれあげとくね。ありがとう、オーブ街の体。ありがとう。パト7の6番のサムネなんで、それ持って同じ格好しといて。独房でオーブ街と共に。ご飯、はい、ご飯、そうだ、ご飯だ、ご飯、ご飯。よし、とりあえず行くぞ。ちょっと待っとけお前ら。ご飯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 。まあまあまあ、モーリーもな、ちゃんと年季の入ったベイクドポテトちゃんと用意してあるから。また年季入ってるんだ。これ新鮮なパンだお前ら。あ、やったー、これ新鮮なパンだ。また僕に。九州判定高いなお前ら。今日モーリーの話し相手になるのは誰だ？ミーミーオッケー、 It's a Mario。 マリオのモノマネするんじゃないよ。俺も会話したい、こっから。ああ、独房からな。そんなのありなん。大声を飛ばすから。まあ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 いいや、とりあえず監修始まったぞ。監修聞こえる？これ監修やばい、聞こえてる？脳内に語りかけられている。直接聞こえてる？なんだこの声は。あなたは昨日の深夜につけ麺を食べました。おいやめろ。おいやめろ。ちょっと深夜に小腹が空いただけなんだ。やめろ。なるほどなるほどなるほど。よ、あの嫁には内緒な。内緒な。お前らはな、うん、もう全然あの、うん、死刑囚だから、死刑になれば、まあ、うん、全てそれも隠蔽できるから。隠蔽できる。ちなみになんですけど、え、じゃあその言い分を聞くと、もしかして3人前ぐらい食べました？
ちょっと待って、替え玉行ったってこと、もしかしてやってる？替え玉はしてない、替え玉はしてない、替え玉はしてない、そう、替え玉はしてないけど大盛りにはした大盛りだったんだ、あれか、価値な、それ何時？まあまあまあ1時とか、夜の1時お、戻ってきたな、89番、なんでどっか行くんだ、無言でどこ行ってたんだお前は、また外に出てないだろうな、うんち行ってた、ちょっと自粛しろお前助けて監修、ダメだお前は、とりあえず入ってるんだ、独房、独房だ、風呂入れさせてくれないの、モリ、でも夜だよ、夜ってさ、やっぱりさ、お風呂に入る時間だと思うんだよね、風呂だ、風呂だ、なるほどな、あ、じゃあ前回あの29番入ってなかったんだよな、入ってないんです私、なあなたに、あなたに下水臭いと言われてさらに1日入らないって、 あなたはそれは矛盾しているのではないですか、確かにそれはちょっとモーリー鬼かもしれない、代わりに89番毒棒入れていいんで、89番、こう身代わりシステムとしてこう、あー、でもいいんで、なるほどな、けどさすがにね、優しい監視ならそんなことはしないって、まあ、信じてるんですけど、89番毒棒行こうぜ、89番おいで、なんでだよ、おかしいだろ、下水29番をね、俺はこのままお風呂に入れないのはちょっとかわいそうだと思う、さりげなく悪口言った、うん、下水29番、おい下水29番、なんか3回も言わなくていいよあ、出れない出れない、ほらほら下水89番、じゃあお前こっち行けば下少なっ、下少なっちゃった、じゃあ これあげるね、あ、オウムガイだ受け継がれしオウムガイになって、お前はここで29番の代わりに反省しろ、なんで反省しろお前ら、何を反省するというのかね、じゃあとりあえずゆったりしろよお前ら、ほんじゃーの、これさ、うん、結構積んでるんだよね、結構ね積んでるんだよね、 あれだよね、鍵が見つからなかったんでしょ、そうなんだよあれね、そうなの、あら、ほら、食堂のやつは、あ、そっか、出れないのか、そう出れない、石は手に入れました、石のピッケで作った、石のピッケで作った、うわナイス、今のところ鉄が2個しか見つかってない、あと1個わかんない、あと1個だよな、あと、うーん、多分宿舎とかにあると思うんだよね、行ってないとこそこしかないから、宿舎の多分奥のね、僕は職員棟しかないと思ってんだよね、多分宿舎は探したけどなかった、うん、じゃあそこだ、一応職員棟の鍵は、食堂にある今、あ、持ってきた、で全部ニグさんが持ってる、2階に行くと樽とそのシュリカーボックスがあるので、そう、でそっちの方はもうあまりにも量が多すぎるので手前側しか見てないんだけど、どれもなかった、そうだ、独房の4階の奥の部屋をもう一回探したんですよ、クモの巣のとこ、はいはいはい、鍵があって、あったのけど監視棟でした、あ、全部最初にやったこと、もうあとね、実はこれ何すか何すか何すか、新聞があったんですよ、新聞読みます、昨夜未明男女3人のグループが行方不明となりました、警察によると行方が分からなくなったのは県在住19歳のんーさん、同じく県住在の20歳の何々さん、県住在19歳の何々さんです、友人の話によりますと、はい、そんに行くと、前日に連絡があり、警察は旧楽竹村内で失踪したと捜索願いが出ています。また旧楽竹地区で捜索した場合は捜査を断念すると発表しています。で最後のページがありますね。旧じゃない、壊した生活、お前ら許さない、許さない、呪うって書いてあるけど。なんで急にホラーテイスト？ホラーテイスト来ちゃったよ。ホラーテイスト、ちょっと何それ、はい、俺こういうの苦手なんだけど、ちょ、一番最後、あ、怖いです多分やってたらブラクラ来る、ブラって、あー、やだー、はい、持っといてどこ待って、怖い、あ、なんだろう、そうだ、僕も出て怖いけど、
リーダーが持ってこいろ。分かった。持つ。なんでそれを職員のところの部屋にあったんだ？多分あの新聞なんだよねこれね。と、うん、読めない。なんとか新聞。新聞のところに多分最後血文字とか何か赤文字で書かれてたってことでしょ？そう。書いた人がいるってことで、それを手に入れたのはあの宿舎だったんですよ。ああなるほどね。そういうことね。え？この脱獄もしかしてホラーゲーだった？監修怖いです監修え6番と29番こういうのがダメだっていうのが分かった上でえもしかしてはめられたってこと？だからこの土地にいるんじゃない、もしかしたら。お化けちゃんが楽竹村の近くでしょう。ん、ここだよ多分。これあれだよね、監修エリアにあったんだよね多分。監修エリアにあった、宿舎の中だったから、かけるの宿舎の人しかいなくて。だよね、モーリーが乗っ取ったってこと、この刑務所。え、だってそうじゃない、なんかさ所長のことをさなんかバカにしたりとかさ、あいつはもういないとかさ言ってるからさ。やったモーリー、フグを食わせる、トリカブトは毒。え、もしかしてモーリー所長のことやった？ホラーだー！あらー！ホラーだー！やばい。で、のんきにつけめくってたでしょ？はい、モーリーだー！ちょっと、あの、はい。どうした？あの、ちょっとごめんなんだけど、モーリーに近づけないかもしれない。近づけない？どうした？感触臭いって。感触臭い？え、感触が臭いの？そう、いろんな意味で臭いって。え、何？モーリー、フローラルな匂いするって有名だぞ。それはそれでちょっと気持ち悪くない？モーリー、こう見えて、オドミンイチ多分綺麗好きだぞ。風呂とかも1日2回入るぞ。わかった。ほら、距離がすごい。なんでどうした、近づかないでほしい。どういうことだ。でも監修には言えないけど、ちょっと。そうだよ、監修には言えないのか。言えない、うん、6番さん言う、うん、うん、何言うか、言うの言うの。いや違う、でもこれだけ聞きたい。お、何？モーリー、なんだ？6番と29番がさ、うん、ホラー苦手だっていうことを知った上でもしかして誘った？確信犯？は？ん？何が？え？違うらしいです。え？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 どういうこと？違うらしいです。変なこと考えさせやがって。え、ちょっと待って、ちょっとお前らどういうこと。この野郎めなんか無実の罪を着せられてる感がある。それがなんでモーリー臭いっていう話になるの。モーリーは臭いからね。そう、臭いからね。名誉毀損だぞお前ら。さあとりあえずおいで。はいはい、よーし、お前ら独房入れ。はい、入った入った、入れ。確認のために君たちはあと2日かな。やだ、2日だね。なんで、ごめんなさい、ごめんなさい。というわけでおやすみ。おやすみ、おやすみ。いやどうなんだろう、ワンちゃんなんかちゃんとしたそういうところがあったりしないかな。あ、別なところで。そう、あそこだと思ってるけど、あそこじゃなくてみたいな。とりあえず鉄鉱石は掘ったよ。あ、ありがとうございます。ありがとう。どこだ、本当にあそこか。